はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。ですね、大紀元ですね、法輪功のですね中に、これはですね、これも16日にちょっと前ですね出た記事でございまして、中共の運命共同体宣言をやんわりと拒絶。ベトナム書記長に袖にされた中共党首という記事がございまして、ちょっと読んでいきましょう。中国共産党の党首習近平が2日間のベトナム国賓訪問を終えた際、期間中に中国の公式メディアにとって非常に気まずいビデオ映像が撮影され、ネット上で熱い議論が巻き起こっている。 CCTV 中共中央テレビによると、12月12日の夜、ベトナム共産党のグエン・フー・チョン書記長夫妻が習近平夫妻のために歓迎会を開催したが、放送された映像は習近平とグエン・フー・チェン書記長らが会場に入る短いシーンのみであった。一方、ベトナムの公式メディアはこの歓迎会についてより詳細に報じている。ベトナムのテレビ映像では、習近平がグエン・フー・チョン書記長とベトナム国家主席ボー・バン・トゥオン氏との間に座っている姿が見られ、習近平が立ち上がりグエン・フー・チョン氏に向かって前に進み、お辞儀をして飲酒したが、グエン・フー・チョン氏は立ち上がらず座ったまま、軽くグラスを合わせてから他の人に話を向けた。その後、習近平は続けてボー・バン・トゥオン氏に敬酒した、このビデオは中共中央テレビの報道で見ることができず、海外のソーシャルメディアプラットフォーム X で広く拡散され、ネットユーザーの間で大きな話題になった。習近平のこのベトナム国賓訪問は6年ぶりの再訪である。外部の分析によると、米中関係の緊張の中で両国はベトナムの戦略的影響力を争っている。今年の9月には米国のバイデン米大統領がベトナムを訪れ、米ス関係を包括的な戦略的パートナーシップに昇格させた。その後、ベトナムはバイデン大統領に高い待遇を提供した。今回中共とベトナムが発表した共同声明には内容に違いがある。中共の公式メディアが発表した中越共同声明では、両国は戦略的意義を持つ中越運命共同体を構築することで一致、とあるが、ベトナムが発表した声明では、両国は戦略的意義を持つ中共共有未来共同体を構築することで一致と述べており、最大の違いはベトナム版が運命という言葉を削除していることである。これはどっちが本当なんでしょうね。時事評論家の楊毅氏は、これはベトナム共産党が中国共産党と共同の運命を持つことを望まないことを示しており、米中が全面的に対立する中で、ベトナムは中共と同様の孤立をする立場に立たないつもりであることを指摘しているということで、以上です。6年ぶりにですね、習近平がベトナムに行ってですね、ハノイで愛想を振りまいたということなんですね。で、これはかねてですね、ベトナム側から招待をされておりまして、それに応じたという形になっています。ただしですね、その今のベトナムはですね、どっちかというとアメリカや日本と仲良くしたいというポジションなんですね。で、そのそっちに行ってしまわれるとですね、中国もですね、ちょっと何かとですね、こうまあ不都合があるわけでして、で、中国としてはベトナムを引き寄せておこうということで、今回習近平がわざわざ出かけていったわけです。で、グエン・フー・チョン書記長ってのは、この人が実質的なですね、ベトナムの指導者なんですけども、この方とはですね、習近平は話が合うんですね。
このグエン・フー・チョン書記長というのはですね、どっちかと習近平に近いですね、社会主義の昔に戻した方がええんちゃうかというふうなお考えの方らしいんです。だから習近平とは会うわけですね。だからですね、この人の顔を立てに行ったということも言えなくはないんですけど、ただそれよりもですね、バイデンさんがベトナムに行ったりしますね。で日本もですね、日本も、岸ちゃん行ったんちゃうかな。なんでしょう。で、ベトナムはもともと中国と仲悪いんです。1979年には戦争をしてるんですね。中越戦争とね、やってました。まあ、短い期間、3月ぐらいですけど、まあ、本格的に戦ったわけですよ。まあ、正規軍同士が戦ったわけですからね。まあまあ、戦争というか、紛争、国境紛争、そうかな。国境紛争ぐらいの感じですけどね。まあ、戦火を交えたわけです。中国がですね、あの時はですね、ベトナムを懲罰的に攻めていったんですけど、反対にですね、なんて言いますか、あれですね、撃退されたと言うべきでしょうね。で、その後ですね、もう10年以上前ですからね、ベトナムのですね、南沙諸島の島を一つ力ずくで取っています。10年ぐらい前かな、確か。だからベトナムとは緊張状態にあるわけなんですね、本来は。で、10年前にですね、その島を取った時にはですね、もう発火寸前まで行きました。で、ベトナムという国もですね、アメリカを追い返したぐらいの国でですね、自分たちの軍事力、戦う力には自信を持ってるんです。なんとなりゃゲリラ戦やったんで、みたいな、そういうノリなんですね。で、島は取られたままです。でもまあ現状維持ということでですね、まあそれでお互いにこう友好関係は維持しようぜということになってるのかもしれませんね。ただですね、この運命共同体という中国が言うてるのをですね、やまわりと拒否されたわけですから、習近平としてはですね、まあ、メンツは潰された形ですね。まあただそれがですね、中国国内では報道されていないんで、中国人一般はそのことを知らないはずです。ただしですね、中国にはうるさい長老連中というのがいますから、そういうことは長老たちには伝わっているはずです。まあ長老のね、一番殺さそうな李克強さん亡くなってしまいましたんでですね、あとは本当の長老ばっかしですね、90以上のじいさんみたいなのばっかしなんですけど、まあそれでもですね、習近平にとっては目の上のタンク部みたいな連中がこのことを知ってどう思うかですね。はい、でですね、グエン・フー・チョンというですね、書記長はですね、まあ今のベトナムではですね、そのトップには立っているんですけどもですね、ちょっと浮いた感じの方らしいんですね。だからそのうちこうですね、トップから引くんちゃうかなと。そうするとですね、後の人たちっていうのはどっちかというと、まあ中国でいうとこの改革開放が好きなお方たちですね。まあ社会主義の政党が支配してるけども、中身資本主義でいこうや、みたいな、そういう人たちなんですね。だからちょっと習近平とは合わなくなる可能性がありますね。まあその日がいつかというのはようわかります。まあとりあえず、習近平としては精一杯ですね、アイスを振りまいたなんですけどもですね、今回のベトナム訪問はですね、あんまり成功したとは言えませんね。どっちか言うとですね、空振りに終わったんちゃうかなという気がします。で、そもそもですね、ベトナムを訪問したこと自体がですね、中国の習近平にとってはですね、この孤立打開というところではなかったのかなという気がしますね。陸続きの隣国ですからね、そこで、なおかつ共産党が支配している国、世界で今数少なくなったですね、共産党が支配している国ですからね、そことですね、友誼関係を結んで世界にそれを示すのはですね、まあ孤立感、俺は孤立してへんでということをですね、世界に示すいいチャンスであったんですけども、残念ながらその目的は半分も果たせなかったんちゃうんかなという気はしますね。で、まあ次はですね、習近平次狙ってるのは実は韓国なんですよ。で、韓国はですね、しきりと習近平の国賓招待を狙っています。ただ習近平というおっさんはですね、クソケチな男でですね、首脳会談やってる彼にこれよこせあれよこせと言うんですよ。今多分水面下で韓国とですね、そんな話し合いをしてるんちゃうんか。
なと、いろんな条件をですね、こう出させてるんちゃうんかなという気はいたしますね。はい、ということで、この大紀元のですね、これ誰でも読みますんで、アドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。